はい、ということで、今日も昨日に引き続き独り言でございます。昨日のね、独り言はね、ブラックコーデ、ブラックアイテムのね、感じだったんですけども、今日はね、その他というかね、その他で気に入っているもの、まあ、いわゆるちょっとアメカジっぽいような雰囲気ですね、そのあたりをね、少しまたざっとね、こう並べてみたんですけれども、そうだね、僕やっぱりこのね、ジージャンはね、いや、これは本当僕が16歳、17歳ぐらいの時に、それこそリーバイスのレプリカ復刻版で、このセカンドタイプ買ってるんですよ。その当時がね、多分ね、1万8000円に 3%、5%、そのあたりの消費税だったんですよね。で、今もこれすごい高いらしいじゃないですか。で、これが、こう書いてあるね、見たら書いてますからね。98年、3月生産分でございますので、まあ、僕がリアルタイムで着てたものよりは1年ないしは2年ぐらい後に販売された作られたものだけれども、多分ほぼほぼ一緒だと思うんですけれどもね、うん、やっぱこれいいよね、セカンドいいよね。で、当時僕あのサイズこれが42なんですけれども、38を着てたんですよ。それが M でしょ、だからこれが XL ぐらい。だから当時着てたのは多分、まあ、中の T シャツがさ、今と違ってもっとこうチビティなね、時代だったんで、まあ、それでも良かったんですけれども、丈も全然長い T シャツは着てなかったから、で、まあまあ今だったらこれぐらいの2サイズアップぐらいがちょうどいいなと思って、たまたま出会えたモデルで、色もね、まあ随分いい感じに、ね、仕上がってるんですよ。まあ古着なんでね、あの随分いい感じには仕上がってるんですが、これはほんとね、今後ずっと、持っておきたいなとは思うリーバイスのセカンドタイプのこのね、ジージャン、いいっすね。507ですね、507ですね、かっこいい、これはかっこいいよね。まあ、それから、まあ、こういったね、ミリタリーのアイテムも根本的に好きなんですよね、この辺のミリタリーのアイテム。僕が一番最初洋服買ったとか、そのあたりのモデルでいくと、リーバイスじゃなくてエドウィンの505をあのロールアップしてるタイプ、あれなんていうモデルだったんだろうな、なんかヴィンテージとかついてヴィンテージ505みたいな感じで、当時ブラッド・ピットとかが、CM やってたんじゃないかなというような記憶もあるんですけれどもね。それでスニーカーとかはまあね、ある程度のものは多分履いてたと思うんですよ、当時。そんなに今みたいに数はないんですけれども。で、ちょっとミリタリーのね、セーターとか、あと MA1 とか、アルファの MA1 とか、結構がっつりみたいな感じでしたよね。まあ、その頃からミリタリーのアイテムは好きでね、やっぱかっこいいですよね、これ。これが、ビームスプラスのね、ジャケットで、リップストップのね、生地でございます。こんな感じのね、生地ですね。かっこいいよね、これね。サイズ感的にもね、程よいこうジャストサイズというか、そんなにね、大きい作りじゃないんですよね。でもね、ちっちゃすぎない、決して大きくはない作り、程よい感じ。ただこのスウェットは少し大きいから、スウェットの上じゃちょっと、肩ら辺がね、まあパンパンにはなるけれども、まあ許容範囲内かなと思いますけれどもね。このかっこいいね、この感じが、この感じいいね、まあ、T シャツの上からが僕合わせたいなと思って、いわゆるシャツ感覚でも着られるアウターというような雰囲気なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。このあたりもね、根本好きなんですよね、やっぱアメカジ、まあ、スタートが、おそらくスタートがやっぱアメカジなので、僕の場合洋服のね、好きになったきっかけがアメカジだから、そのあたりはやっぱり未だに持っているというような感じでございますでしょうか。で、パンツとかもさ、こういったカーゴパンツとか好きなんですよ。カーゴパンツ好きなんですよ。これね、古着のね、ゴリゴリのね、カーゴパンツでございます。まあ、この辺とか、今履いてるさ、オアスローのファティークパンツ、これなんかめちゃくちゃヘビロテしてますからね、もうちょっとほんとクタクタにさせたいような感じは感じだね。たまにね、これ気をつけないとね、ボタンが勝手に開いてる。まあ、それからさ、こういったブルーのさ、デニムとかさ、
ブルーブルーとか、僕らだったらね、小倉とか、当時だったらね、今、小倉にブルーブルー小倉ってあるんですけれども、当時なかったんで、スリーシーズというところがね、やってましたね。あそこも結構、なんか何店舗か移転してたような気がするんですけれども、ブルーブルー。このね、パッチワーク具合いいっすよね。アメカジやっぱ好きなんだね、個人的にやっぱり、根本的にさ。このさ、色落ち加工具合もさ、ちょうどいい塩梅なわけですよね、これ。後ろからのさ、バックスタイル、これかっこいいっすよね。この辺にさ、こういったアイテムとかを合わせてもさ、いいっすよね。で、こういったパンツとかで、まあパンツにね、まあアクセントがあるから、上はやっぱシンプルに行きたいわけですよね。もうほんと無地の T シャツとか、まあ、プリントも、これはあのハリウッドランチマーケットなんだけど、ほんとシンプルな感じのね、雰囲気を楽しみたいなと思いますね。これからは、これはガンガンまだまだ育てがいがあるので、履きたいと思います。それでやっぱり、まあ、こういったさ、これジョンブルなんですけれども、ほんと何の変哲もない、ね、ブルーのね、デニムだったりだとか、ジョンブルもさ、これ全部メイドインジャパンなんですよね。そこがやっぱいいっすよね。まあ、ただ、リジットの何かが欲しいなと思っております。で、トップスに関しては、最近なんかユニクロ U ばっかり。ユニクロ U がほとんど。で、このさ、無地のユニクロ U の T シャツのシリーズ、1000円のシリーズなんですけれども、これが2年ぐらい前のなんですよ。で、これ今年のものなんですよ。まあ、若干のこう生地感はね、こう違うんですよね、気持ち。まあ、ただね、去年のはかなり薄かったと思います。で、これ2年前にやっぱり、こう比べたらね、まだ厚手は厚手だね。ちょっと薄くはなってるかな。言っても厚手復活はしてると思うんですけれども、気持ち2年ぐらい前の方が、もうちょっと肉厚感は感じられるけれども、これは個体差なのか、まあ何なのかっていうような、まあでもまあ似たり寄ったりっちゃ似たり寄ったりかな。で、今シーズンさ、ほんとまたカラーバリエーションが豊富に出てって、これちょっと録画しようか。またいろいろ色が出てるわけですよね。でユニクロ U のさ、この半袖の T シャツで、まあ当然白だったりとか黒だったりだとか、この黒はだから、ちょっと追加で欲しいなと思ってますね。このグレーもやっぱ良かったよね、このグレーも。ベーシックにね、使えるっていうことで、グレーもやっぱいいなと思ってます。で、このさ、アクセントで使える。ね、レッド、オレンジとかさ、ダークオレンジとかさ、ブラウン、イエロー。まあ、この辺も欲しいなとは思うわけですよ。欲しいなと思うけれども、まあ、サシで使っ、まあ、1000円ですからね。せいだからいいなぁと思っちゃってはいるんですけれども、まあ、季節になったらこのさイエローとかちょっと魅力的なんですよ。なんかさなんか傾向な感じいいっすよね。いいけれどもじゃあ来年着るかったら来年は絶対着ない。多分今年もうワンシーズン限りでまあそれでねいいやと思って着るんであればこのイエローとかもねなんかねすごい好きなんですよね。で、まあね、このパープル、イエロー、ちょっと魅力的にはね、こう感じているわけなんですけれども、まあ、1000円っていうのは本当安いよね、これに関しては。まあ大体、T シャツ最近無地関係で収まってるかなと。で、スウェットとかもさ、このユニクロ U のさ、スウェットめっちゃいいんですよ。もう生地肉厚しっかりしてるし光沢このね表面の光沢すっごい気に入ってるしシルエットもねワンサイズおっと危ない危ないワンサイズアップで L サイズなんですけども L って言ってもそんなに大きくないわけですよ。で足元に関しては昨日のブラックコーデだったら990V4 だったりとかコンバース CT70 そのあたりも当然全部合うんですけれどもまあブラック以外のアイテムで行くんだったら僕はねこの3足今いいなと思って持ってきました。1足目こちらでございます。コンバースの、オールスターのメイドインジャパンモデルですね。ジャパンモデルでございます。このあたりとかさ990の V
5ですね。V5 ね、改めて見るとやっぱりね、なんかこう綺麗な感じがするんだよね。かっこいいね。やっぱグレーさ、ほんと何にでも合うからさ、かっこいいよね。 G ジャン、デニムのセットアップとかでさ、ちょっと濃いめのセットアップとかでさ、この辺とか履きたいなと思います。色はちょっとねつきそうな気がするんですけど、実際ちょっとこの辺とかさ、デニムの色ついてますもんね。この辺のね、色デニムでついてますもんね。まあそれはあまり気にせずして、ちょっとこうブラックの、ブラックじゃない、濃いめのデニムのセットアップで990V5 くらいいんじゃないでしょうか。まああとは僕らの懐かしいね、ものとしては、こういったクラークスのデザートトレック、まあこのあたりともね相性、多分もう全体的にもう全部に合う。このファティーグにも合うし、カーゴにも合うし、ダメージ、パッチワークとかにも合うし、もうね何でも合う。もうデザートトレック最高、クラークス最高、ナタリーとかワラビーとかさ、デザートとかさ、そのあたりとかもね、なんか懐かしいっすよね。デザートトレックかっこいいね。もうかっこいいもんこれ、見た目かっこいいもんこれ。はい、ということで、ちょっとね声の張った独り言だと思うんですけれども、やっぱブラックコーデもブラックアイテムも好きだけども、やっぱ根本一番最初正せば、やっぱアメカジスタートなので、まあ、ここら辺のアイテムはこう見過ごすことはできないなと思っておりますね。まあブランド云々とね当然あると思うんですけれども、結構自分の中ではまあ今のところ本当気に入っているものが多いので、まあ、そのあたりをですね、まあ少しずつねこう楽しみながら、まあメカジもね、まあ、好きなものをねこう着られたらいいんじゃないかなっていうふうには思っておりますという形で、ちょっと声の張った独り言でございました。では本日もご視聴ありがとうございました。岡津芳でした。ではまた見てください。いいね、やっぱスニーカーだね。まあ、トップスもね好きなものねだいぶ絞ってきてるし、やっぱスニーカー関係、スニーカーとシンプルなもの、まあこれちょっとシンプルかったらそうじゃないかもしれないけれども、やっぱニューバランスいいね。ニューバランス、コンバースも全部合う、デザートトレックも全部合う。